オレゴンワインは、アメリカ合衆国オレゴン州で生産されているワインである。オレゴン州をはじめとして、州境をまたいだワシントン州やアイダホ州の一部には、ブドウの栽培に適した地域が数多く存在しており、1840年代よりワイン生産が行われていた。1960年代に入り、これらのワインは商業用の生産が開始された。オレゴン州にあるアメリカブドウ栽培地域のうち、その全域が州内に含まれる地域に、ウィラメットバレーアバ、サザンオレゴンアバ、アムクアバレーアバ、ローグバレーアバなどがある。一方、部分的にオレゴン州に属している地域は、コロンビアゴージアバ、ワラワラバレーアバ、スネークリバーバレーアバである。オレゴン州で栽培される最も重要なブドウ種は、ピノノワールとピノグリで、2005年には1万6000トン以上が収穫された。オレゴン州には303のワイナリーがあり、ワインテイスティングを中心に観光業が発展した。このような観光業は、ポートランド南西に広がるヤムヒル渓谷で、特に著しい。2004年には、ワイン観光業の総売上が9200万米ドルに達した。オレゴンワインは、オレゴン準州が成立した1840年代から生産されていたが、ワイン生産が州の主要産業として交流を迎えたのは1960年代に入ってからである。1847年に初めてブドウの栽培が始まり、記録上最も古いワイナリーは1850年にジャクソンビルで設立した。19世紀の間は様々な品種のブドウが移民によって実験的に栽培された。1904年、オレゴンのワインメーカーがセントルイス万国博覧会で入賞を果たした。その後、禁酒法でワイン生産は一時中断した。他の州と同じく、オレゴンのワイン産業は、禁酒法廃止後の30年間、休止が続いた。ジ・アイリー・ビニヤーズのデイビッド・レッド・オレゴン州のワイン産業は1960年代に再編が始まった。1960年代には、カリフォルニア州のワインメーカーもいくつかのブドウ園をオレゴン州に開園している。ウィラメット渓谷は、それまで、ブドウ栽培には、寒すぎると長らく考えられてきたが、この時期になって、ピノノワールの栽培が始まった。1970年代に入ると、さらに多くの州外ワインメーカーが、オレゴン州に、ブドウ園を開園している。土地利用に関する州法は、地方丘陵の宅地利用に制限をかけ、ブドウ園に適した広大な土地を保護した。1979年、ジ・アイリー・ビニヤーズが、ワインオリンピックの1975年製、ピノノワール部門に出場。同地域のワインとしては初めて、世界最高級の評価を獲得した。1980年代に入っても高い評価は、変わらず、オレゴン州に、ワイナリーとブドウ園が、次から次へと設立した。オレゴンワイン産業は、発展を続け、州内で、初めてとなる、アメリカブドウ栽培地域が確立。また、オレゴン州は、フランスのブルゴーニュ地域との関係を強めていく中で、オレゴン州知事がブルゴーニュへの公式訪問を果たし、フランスの優れたワイン農家が、オレゴン州のダンディに土地を購入するに至った。1990年代初頭、オレゴン州のワイン産業は、ブドウネアブラムシの大発生に苦しんだが、ワインメーカーはすぐさま耐久性に優れた台木を使用し、深刻な被害の回避に尽力した。州議会は、ワイン生産と流通を高めるように作られた新法を制定した。州は、グリーンなワイン生産と呼ばれる環境に、優しいワイン産業を目指した生産形態に着目した。新しいアバも設立され、2005年までに314のワイナリー、519のブドウ園が州内で稼働している。アメリカ合衆国で生産されている他のワインと同じく、オレゴン州のワインは単一品種のブドウで作ったワインが市場に出ている。オレゴン州法は、オレゴン州で生産されるワインは原材料となったブドウ品種を明示しなければならず、またその品種を 90% 以上含まなければならないと規定している。オレゴン州法は長期間にわたり、原産地以外の地名を用いることを禁止している。オレゴンワインは、ピノ・ノワールと呼ばれる、ブドウ品種が最も有名で、州内の全域で生産されている。特に、ウィラメットバレー産のピノ・ノワールは、ワインの愛好者や評論家から、多大な賞賛を得ており、オレゴンは、今や世界でも一級のピノ生産地域としての評価を、確立している。2005年に、オレゴン州で生産された品種の上位5種、他に、オレゴン州で生産されている主要な品種に、カベルネ・ソービニョン、ゲビュルツ・トラミネール、ミュラー・トゥールガウ、ピノ・ブラン、ソービニョン・ブラン、セミヨン、シラーがある。少量ながらも生産されている、V・バイニフェラのワインに、アルネイス、バコ・ノワール、カベルネ・フラン、シュナン・ブラン、ドルチェット、ガメ・ノワール、グルナッシュ、マレシャル・フォシュ、マルベック、マスカット、ネッビオロ、プティシラー、サンジョベーゼ、テンプラニーリョ、ビオニエ、ジンファンデルがある。また、スパークリングワイン、レートハーベストワイン、アイスワイン、デザートワインも生産されている。2005年現在、オレゴン州には303のワイナリー、384のワイン銘柄、734のビティス・バイニフェラ、栽培ブドウ園がある。ブドウ園の総面積は 14,100 エーカーで、2005年には 11,800 エーカーで、収穫が行われた。アメリカ合衆国の全栽培地域のうち、オレゴン州は、第3位のワイナリー数と第4位の生産量を持つ。2005年には、約160万ケースのオレゴンワインが販売された。これらのケースの卸売値は1億8470万米ドルで、前年のヴィンテージに比べて 24% の上昇が見られた。オレゴン州の経済におけるワイン産業のインパクトは大きい。同州のワイン産業総額は14億米ドルに達する。その中の8億米ドル以上はワイナリーやブドウ園の売り上げである。オレゴン州のワイン産業により、8479の雇用に貢献したと推定される。2004年の州外への輸出は6410万米ドルであった。オレゴン州でのワイン生産事業はカリフォルニア州に比べると格段に小さなスケールなものである。オレゴン州最大のワインメーカーでさえ年間出荷ケース数は125,000ケースで他のほとんどのメーカーは35,000ケースにも満たない。オレゴン州の特徴は、多くのワイナリーの年間出荷ケース数が5000ケース以下の小規模ということである。一方、アメリカ合衆国最大のワイナリーであるE&J・ギャロワイナリーは、2002年に6500万ケースのワインを生産した。オレゴン州のワイナリーの大半は、自分のブドウ園を所有しているが、一部のワイナリーは、ブドウを市場から購入している。また、州内には非常に多くの独立したブドウ園が存在している。オレゴンのワイン産業はワイン市場の中でも高価なワインに焦点を当てている。オレゴンのワインメーカーのトンあたりの平均収益とケースあたり平均収益は国内の他の州のワインメーカーに比べて高い。1ワイナリーあたりのワインの生産量は低いものの、オレゴン州における平均収益はニューヨーク州やワシントン州と同等である。大雑把に言って、オレゴン州には3つの主要なワイン生産地域がある。ウィラメットバレーアバとサザンオレゴンアバはその中の2つで、共にオレゴン州内にすっぽり収まっている。残りの1つである、コロンビアゴージアバは、コロンビア川をまたいでおり、オレゴン州とワシントン州の両方に伸びているが、オレゴンのアバとしてみなされる。ワシントン州に大部分が含まれるワラワラバレーアバは、一部がオレゴン州のミルトン=フリーウォーター近郊に入り込んでいる。サザンオレゴンアバは、近年に設立されたアバで、ローグバレーアバとアムクワバレーアバが併合してできたものである。また、いくつかの小さなアバがサザンオレゴンアバに含まれている。スネークリバーバレーアバは、スネーク川に沿って、アイダホ州との州境をまたいでおり、オレゴン東部を含むアバとしては、最初のものである。ウィラメット渓谷ウィラメットバレーアバは、ウィラメット渓谷にあるワイン栽培地域である。北端をコロンビア川、南端をユージーン市南部、西端をオレゴン沿岸部、東端をカスケード山脈までを包括する。5200平方マイルの面積を構え、州内のアバとしては最大。ワイナリーの数も最も多く、2006年現在で約200ある。ウィラメット渓谷の気候は一年を通じて穏やかで、冬は涼しく多湿、夏は暖かく乾燥している。極端な寒暖は稀である。雨が降る時期は栽培季節を外れており、また降雪も稀である。同渓谷全域がワイン栽培に適しているわけではなく、ほとんどのワイナリーやブドウ園がウィラメット川西部、特にヤムヒル郡に集中して点在している。この地域は、ピノ・ノワールを生産していることで、最もよく知られ、またピノグリ、リースリング、シャルドネも高い生産量を誇る。その他、カベルネ・ソーヴィニョン、ゲビュルツトラミネール、ミュラートゥールガウ、セミオン、ジンファンデルも生産しているが、その生産量は、上記4種に比べて、非常に小さい。ウィラメットバレーアバには4つの会、アバが存在する。現在、さらなる2つのアバが申請されているが、審議中である。また、ウィラメット渓谷を、セーラム市を境に、北部地域と南部地域に2分する傾向が、多くのワイン愛好家の間に見られる。アムクワ川とその支流ローグ川とその支流サザンオレゴン、アバは、もともとこの地域に存在した、ローグバレーアバとアムクワアバという2つのアバが、合併したことで成立した。これら2つの主要地域が協力して、市場活動に参加することを目指し、2004年に成立した。ローグ渓谷とアムクワ渓谷では栽培している、ブドウ品種が異なるため、ここでは別々に紹介する。アムクワバレーアバアムクワバレーアバは、山岳地帯を除くアムクワ川流域に広がるアバである。アムクワ渓谷の気候は、ウィラメット渓谷より温暖だが、南方に位置するローグ渓谷よりは寒冷である。このアバで栽培されている主要なブドウにピノ・ノワールで、小規模ではあるが、ピノグリ、カベルネ・ソーヴィニョン、シャルドネ、リースリング、並びにフランス・アメリカ系雑種も栽培されている。また会、アバとして、レッドヒル・ダグラス・カウンティ・オレゴン・アバがある。ローグバレーアバ、ローグバレーアバは、ローグ川とその支流であるイリノイ川、アップルゲート川、ベア、クリークの流域に広がるアバである。この地域のほとんどのワイナリーは、ローグ川そのものより、これら3つの支流に沿って点在している。幅 110km に、長さ 100km の面積を構えるが、ブドウ栽培には適さない土地も多く含まれている。ワイナリーの数は20未満で、栽培面積は、わずか4平方キロメートルである。これら3つの川谷はそれぞれ異なるテロワールにあり、最も東部に位置するベアクリークは温暖乾燥で、最も西部に位置するイリノイ川は寒冷硬質である。それぞれの川谷は独自の気候を持ち、異なる種類のブドウを育てている。しかし全体的に見れば、オレゴン州のワイン栽培地域の中で最も温暖で、乾燥した地域であると言える。この地域には、アップルゲートバレーアバと呼ばれる会、アバが一つ存在する。コロンビア川は、コロンビアゴージアバの中心にある。写真は、オレゴン州、フッドリバー郡。ワラワラ川流域にある、ノースフォーク渓谷コロンビアゴージアバは、コロンビア峡谷に広がるアバで、オレゴン州とワシントン州の両郡に属し、中央をコロンビア川が流れている。オレゴン州、フッドリバー郡及び、ワスコ郡。ワシントン州スカマニア郡及びクリッキタト郡から構成される。近くにあるフッド山とアダムズ山の山頂付近までを範囲とし、山の雨陰に位置することから、ウィラメット渓谷に比べて著しく乾燥した気候を持つ。また、峡谷からなる地形のために標高が場所により大きく異なり、強風が日常的に吹いていることもこの地域の特徴的な気候の一因になっている。このような事情もあり、コロンビアゴージアバでは様々な品種のブドウが幅広く栽培されるに至った。ブドウ園の数は約40で、シラー、ピノ・ノワール、シャルドネ、ゲビュルツ・トラミネール、ジンファンデル、カベルネ、ピノグリ、リースリング、サンジョベージェなどをはじめとする様々な品種が栽培されている。オレゴン北東部、ミルトン=フリーウォーター近郊は、1984年に設立されたワラワラバレーアバの一部を形成している。コロンビアバレーアバの一部にあたる、この産地は、大部分がワシントン州に広がっている。この地域には100軒近くのワイナリーがあり、栽培地域面積は5平方キロメートルに上る。ワラワラ渓谷で栽培される、ブドウ品種は、シラー、メルロー、カベルネ・ソービニョン、サンジョベージェのほか、クノワーズ、カルメネール、ムールベドル、カベルネ・フラン、ネッビオーロ、バルベーラなども少量ではあるが生産されている。2007年4月9日、スネーク川沿いに、新しいワインブドウ栽培地域が設立した。大部分がアイダホ州に位置している。この地域はオレゴン州東部の2大群も含んでいる。この地域の気候はオレゴン州のアバとしては珍しく、比較的低い平均気温で雨もあまり降らないため、栽培時期も短くなっている。現在生産されている主要なブドウは、リースリング、ゲビュルツ・トラミネール、シャルドネなどの寒さに強い品種である。またこの気候は、アイスワインの生産に非常に適している。また、このアバは非常に広大なため、その中に含まれる微気候により、カベルネ・ソービニョン、メルローなど異なるタイプのブドウの栽培も行われている。オレゴン州のワイン生産の名声が高まるにつれて、ワイン観光はオレゴン州の重要な産業に進化していった。現地販売はオレゴンワイン生産産業で、その重要性を次第に増しており、それに関連して、宿泊施設、レストラン、アートギャラリーなど、観光客を対象とした産業も、ダンディなどの以前は、目立つことのなかった農業地帯を中心に栄えてきている。ワインフェスティバルやワインテイスティングは、一般的に行われるようになった。推計によれば2004年、ワイン観光産業は、オレゴン州の経済に9200万米ドルの貢献を果たした。多くの観光客が集まる主要なイベントに国際ピノ・ノワール祭、オレゴンピノキャンプがある。カリフォルニア州のナパバレーアバをはじめとするワイン醸造の一等地と比べて、オレゴン州はワイン観光を目的とした施設の設置に遅れをとっている。オレゴン州で一泊の観光をする人々のうち、ワイナリーを訪れる者はわずか 5% しかおらず、これはカリフォルニア州の栽培地域の 10% から 25% に比べてかなり低い数値となっている。オレゴン州では高所得者層を対象とした高級ホテルや高級リゾートなど、他の州のワイン醸造地域ではよく見られる宿泊施設が不足している。2006年8月、オレゴン州の名門ワイナリーである、トメーヌドルーアンオレゴンの所在地ダンディに、リゾートホテルの建造が予定された。現地の開発業者、デイビッド・カーンは、同地に50部屋を構えるホテル、スパ、レストランの建造を提案したが、ジ・アイリー・ビンヤーズのデイビッド・レッドなど多くのワイン醸造業者は、同地域の景観を著しく損ねる可能性があり、また、予定地が一等のワイン栽培地域であることから、リゾートホテルよりもワイン生産に用いるべきであるとして、反対運動を起こした。ワイン観光の人気の高まりは、カジノの存在などと相まって、ウィラメット渓谷の交通インフラストラクチャーに多大な影響を及ぼした。オレゴン州道99号線西は、ウィラメット渓谷の心臓部分を貫く主要幹線道路であるが、頻発する交通渋滞に悩まされている。現在、ニューバーグとダンディを主要栽培地域を交わしながら、バイパスする高速道路の建造計画が進行中で、あるが、物議を醸している。現在この高速道路建造プロジェクトは、資金援助を受けておらず、オレゴン州交通局は、この新バイパス道路を同州では、非常に珍しい有料道路にする案を提出している。さらに、新バイパス道路だけでなく99号線西にも、交通料金を課すことを提案している。この提案は大きな議論を醸しており、多くの現地住民は一般的な有料道路に対する嫌悪感を抱いているほか、99号線西沿いの産業に悪影響を及ぼす可能性があるとして、同計画に反対運動を起こしている。オレゴンワインはいくつかの重要な賞を受賞しており、著名なワイン評論家によって称賛を受けている。ありがとうございます。